で今日お配りしているのが、初心者コースということで、5分10分あったらどんどん弾ける。全く初めてですか？経験はありますか？全く初めてですか？じゃあ1ページ目の蝶々からいきたいと思います。さあ蝶々、出ましたか？見てもらっている楽譜に、ルールがありまして、赤く書いてある F とかいうところは赤くシールが貼ってあるところを押します。で青いところは青いシールを押します。はい、じゃあですね、蝶々の赤いコード F っていうところを出してみましょう。いいですか？赤いところを押してみてください。青いところを押します。もう独自に世界にもう進んでるみたいですね。大丈夫ですか？一緒ですか？はい、ありがとうございますじゃあですね、括弧の中に書いてるのは何回弾くかっていう風な回数が書いてありますので、じゃあそれに従ってちょっと一緒にやってみましょう。しおちゃんいらっしゃいませそしたら蝶々のまず一番初め簡単なバージョンからいきたいと思います。モンシロチョウバージョンです。モンシロチョウバージョン。その次はね、アサギマダラとかいろいろありますので。いいですか？赤色と青いと、あ、聞いてますか？はい、ありがとうございます。時々あのすごい無人島の気分になるので、こっち行けばいいんですかね。いや、なんか何かしてるなっていうのが分かった方がいいのかなと。PR です。かぶってる時点です。はい。そしたら蝶々をですね、皆さんと一緒にやってみたいと思います。いいですか？いきますよ。1、2、3。はい。ありがとうございますこれは大丈夫ですね。いけましたかじゃあ蝶々ちょっと難しくなります。赤の F の表示のところは黄色いシールが貼ってあると思うんですけど、黄色いシールのところも2本指で押しますあ、はじめ先生にみんな習ってください。はじめ先生さあ F は2本指で押せるようになりましたか？黄色いシールが貼ってあるところを押します。 C と F です。はい、これはそんなに難しくはないと思いますので、さあ蝶々の上級者バージョンです。楽しそうだな。さあじゃあ蝶々、アサギマダラバージョンいきます。え？いや違うんですよ。F は F の押す場所が1個増えて、これ超難しくなったんです。はい。
じゃあ行きます。準備できましたか？はい、1、2、3。はい、1、2、3。はい、ちょう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 、菜の葉に止まれ、菜の葉に焼いたら桜に止まれ、桜の花の花から花へ止まれよ、遊べよ遊べよ止まれ。素晴らしい。できた人はこうウクレレをこう持っていかない。いや、できたぞ。はい、ありがとうございます。さあですね、じゃあさあテキスト次のページに進みます。弾くコードは C と F で変わりません。同じです。 C と F 変わりません。今度はね、歌がもみじになります。さあ、もみじ、もみじはコード一緒だからもうしなくていいじゃんと思うかもしれないんですけど、中ほどにコードが一拍ずつ変わるところがあります。なのでちょっと手が忙しくなります。こういう風に変わるところがあるのでそこぐらいです。あとは一緒です。はい、じゃあもみじやってみたいと思います。大丈夫ですか？準備できましたか？1、2、3。はい、はい、秋の夕日に照る山もみじ、恋も なんかですね、時々塩ちゃんがさ、もうちょっと難しいの塩よみたいな意味で違う。あ、2番はいかないです。あ、そうですか。さあ、蝶々ともみじ大成功です。じゃあ続いてはですね、ふるさと。ふるさとは、G7 という新しいコードが出てきます。G7 は赤いシールのところを1本押して、緑のシールのところを2本指で押すようになります。一気に3本押すのが難しい人は赤を押して緑っていう風に押してみてください。さあ、ふるさと歌知ってる人いますか？大丈夫ですか？はい、じゃあ3拍子になりますので、ふるさとは全部3回ずつです。3回ずつやってみましょう。よさげですか？よさげです。はい、余裕ですか？はい、わかりました。ではふるさといきます。1番だけ。1、2。はい、Thank you.
はい、早い、もうすごいいい感じですさあ、ふるさとクリアですね。どうですかね。さあ、3コード弾けるようになりましたか。今日初めてウクレレを始めたそこのお二人、どうですか。指が さあ、ふるさとの後は次はですね、森のくまさん。森のくまさんも、コードは変わりません。3コードです。じゃあですね、どうでしょうかね。1番だけちょっとやってみましょうかね。これ午前中すごい人気だった歌なんですけども、はい、歌ってくれた方がいたのですごく心強かったです。さあ、森のくまさんやってみたいと思います。お迎えが釣られてさあ、じゃあ森のくまさん1番ちょっとやってみたいと思います。